どうしてだろう、息を止めると呼吸ができなくなってしまうよ。どうしてだろう、耳を塞ぐと君の声も聞こえなくなってしまうよ。初めて会った時から僕たちは初対面だったけど、一人よりも二人の方が人数が多いね。君との距離離れるほど距離を感じてしまうけど、走ってごらん、きっと歩くよりも速いから。アプリとでは1分間に60秒が過ぎている。30年後の僕らは何歳なのかな。僕たちは生まれてからずっと死ぬまで生き続けるんだから、笑ってごらん、きっと笑顔になるから。どうしてだろう、目を閉じると何にも見えなくなってしまうよ。どうしてだろう、口を塞ぐと言葉が伝わらないんだよ。幻想的なファンタジー、古典的アドベンチャー、現実的なリアリティ、状況的シチュエーション、普通が痛い、疑わなくば危険が危ない、前に前進、無限に限界なんてない、始まりはいつもスタートだから。この姿勢は1分間に60秒が過ぎている。10年後の8月はきっと8月だけれど、そんな当たり前なことを当然のように感じるんだから、大丈夫だよ、きっと明日は翌日だよ、笑ってごらん、きっと笑顔になるから。